デザートで作るクレームショコラを作っていきます。センターにイチゴのジュレとバジルのパンナコッタを入れたカップデザートを作ろうと思います。フリクシパンを使っていちごのジュレとパンナコッタをこちらに流して、後からクレームショコラの中に落とし込んでいくっていう作業をしたいと思います。いちごのピューレと、あとラズベリーピューレ、ラズベリーピューレを入れるのは綺麗な赤を出すために、色味を赤くしたい。いちごだけだとちょっとオレンジっぽくなっちゃうので、あと酸味を出すのためにフランボワーズを少し入れてます。グラニューとラゼラチン、これちょっと先にもうふやかしていただきます。で、必ず酸気が出るのでステンレスの鍋で火は入れるようにして、大体5、60度で、あんまり熱すぎるとゼラチン加えた時にゼラチンの効力が弱まるので、しっかり砂糖が溶けて、なおかつゼラチンがそのままザゼラチンがしっかり溶ける温度になる。します。あらかじめふやかしていただいて、ちょっとしっかり水を切って、結構いちごは火入れると配色してちょっとオレンジっぽくなるけど、フランボワーズはそんなに配色しないので、これ必ずゼラチンを加えたものは裏ごしながらボウルに移します。今回はかなり少ない量で、このカチッと固まるようなゼリーじゃなくて、なんていうんですかね、プルプルみたいな、だいぶ柔らかいので、とろめがついてきたらもうフレクチパンの方に流していきます。冷ましてる間に次パンナコッタ仕込むんですけども、パンナコッタにもゼラチンで固めるので、じゃあゼラチン今のうちにふやかしていきます。大抵でも10分15分でふやかさないといけないので、先にこの作業をやっていきます。だいぶとろめがもうついてきてるので、もうこのぐらいで流していった方が作業性が良くて、綺麗にまったいらに流せるので、このぐらいの状態になったらもう流していっちゃいます。冷やし固めちゃいます。いちごのジュレの上にパンナコッタを流していくので、そのパンナコッタ、バジルのパンナコッタを仕込んでいきます。牛乳とグラニュー糖で、バジルは今からフレッシュのバジルを使います。チョコミントみたいなイメージで考えてもらえれば分かりやすいです。バジルもハーブなんですけど、ちょっとワイルドな爽やかで、葉っぱの部分だけを5g、芽の方が香りが強いんで、芽がいっぱいある時は芽の方をなるべく入れるようにして、あの大ぶりのやつも大ぶりのやつの方が、茎は絶対に入れないでください。茎入れると黒くなるんで 5g。 牛乳も今回少量なんで、たっぷりギリギリの量です。牛乳を全部加えて、火に入れてまた50度ぐらいまで温めて、そこからまたゼラチンを加えて、氷を当てて冷ましていきます。ここでふやかしておいたゼラチンを加えます。で、今回この
バジルの細かい粒々を中に入れるので、裏ごしません。でこれをまた氷煎氷のボウルに合わせて、これ冷ましてる間にあとは生クリームを残ったので合わせる生クリームをちょっとかけます。で今回クリームは 42% 乳脂肪の高いクリームを使ってます。あの乳脂肪の高いものでしっかり凝固させる目的です。氷を当ててしっかりとろみつけてからの作業性がいいんですよ。よくこれ冷凍するのでなるべくあのクリーム自体も温度下げてあげた方があのしっかり早く固まって作業性もいいので、このぐらいで流していきます。で、メキシカンすり切りまで、牛乳と生クリーム半々、これ火かけて、であと卵黄とグラニュー糖でアングレーズソースを炊いて、そこにチョコレートを加えるっていう、ちょっとだからその重たい濃厚なチョコレートのクレームになります。バニラペーストですね。火かけていきます。アングレーズ炊くんで温めるんですけど、80度ぐらいまで。グラニュー糖このぐらいまで。アングレーズを炊いて、そこに最後にチョコレートに加えてクレームにするんですけども、チョコレートあの乳化しやすいように少し湯煎で溶かしていきます。中火で。このぐらいでいいです。これでピンに入れないでちょっとずつ入れます。
ゼラチンも加えるんですけど、この炊き上がったアングレーズにあの粒入れるとゼラチンの効力を弱まるので、少し粗熱が取れてから最後の方にゼラチンを加えたものをこちらのチョコレートの方に流します。混ざったらこれまた氷で冷まします。まだこれあったかい状態なので、これしっかりと絶対に20度以下にしてから流します。細菌が繁殖しやすいあの30度40度っていう温度をなるべく強制的に冷ますことによって早く。回しながら冷ましてやるとカップを用意します。さっき冷凍しっかり固まっているので、あらかじめ10ミリにスライスしたスポンジを丸の4番の抜き型であらかじめちょっと抜いたものがあるので、これをしてきますね。で、半分ぐらい流してセンターを中に押し込んで、また上から蓋をするみたいな形で。で、このセンターを。イチゴのジュレを下にして、真ん中にやんないと外から見えちゃうんで、隙
爪はできないようにしっかり押し込んで、テンパリングしたチョコレート、あの飾り用のチョコレートでちょっと簡単にできるものをさっと作っていきます。鉄板に大きいフィルム敷いてます。指で指のタイムとかも気にしなくていいですか？まあサクサクやってるんで、そんなにちょっと低めにテンパリング取ってるんで、まあ、一気にこれで上がるってことないと思うんで、なるべくちょっと丸くなるように。遠くの方にスイートバジルの爽やかな味を感じます。初めてこうバジルのスイーツ食べましたけど、ね、よくあるんですか？いちごとバジル混ぜて僕もやってました。だからあれですね、チョコミントみたいな。そうです、ね、チョコミントの同じスイートバジル バージョン。そんな感じです。こうハーブとチョコとっていう組み合わせですね。それの変化して、だからチョコミントが好きな人は結構ハマると思う。ああ、なるほど。チョコミントと同じ感覚で食べるみたいな感じです。ここがバジルに、ワイルドなチョコ香りに変わったり。まあ、寒い時期限定で食べたい方は早めにご来店ください。よろしくお願いいたします。はい。